どーん、ぷがまりです。スニーカーを、ホッスル、ホッスルーということでね、はい、本日はね、ライブで紹介したのかな、前々回かな、紹介したんですけど、まあ、エアマックス95のね、ピンクグラデーかな、まあ、購入したんですけど、本日紹介するスニーカーはこちらです。ビーン、ビーン、ブワッ！エアマックス95の、ブラック、ピンク、ファーム、ガンスモーク。サイズが、US12、30センチです。それでは早速開けてみたいと思います。うお、ドープ、ドープ、ドープ、お、ドープ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 、ビーン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 、あぶく、あぶく、あぶく、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 ずきし。ってことでね、はい。エアマックス95の、ガンスモークピンク。まあ、ピンクグラですね。はい。一応ね、まあ、黒タグ切っちゃったんですけど、黒タグついてます。はい。あとね、すごい嬉しいのが、これね、このなんだ、ひつまぶしじゃなくてなんだっけ。あれよ。足の内側の、なんつうんだっけ、あれ。忘れちゃった。ひつまぶしじゃなくてあれよ。土踏まずだ、土踏まず。土踏まずのとこにつけるやつがね、入ってるの、ちょっと嬉しいよね。これ90年代のランニングシューズとかに入ってたと思うんですけど、それがね、なんか再現されてる。なんで今になってこれが入り始めたのかわかんないですけど、それちょっと俺は嬉しいです。小さな幸せ。って感じですよね。はい。発売した時がね、いつだろう、1、2ヶ月前とかなのかな。で、発売された時すごい欲しくて、まあ、速乾すると思ってたのよ、僕はこれを。だけど、全然売れなくて、あ、これもしかしたら、アウトレットに流れんじゃないかな、変じゃないかな、変じゃないかな、感じてたんですよ。全然フルで、どこのお店もサイズ残ってたんで、あ、これアウトレットかセールに行くなってのが分かってた、なんか、そんな予想がついたんで、それ待ちだったんですけど、で、どっかのタイミングで、先月 40% オフセールをしてたんですよ。その時に、もうマジで買おうって思ってて、買おうと思ったらサイズ切れてて、サイズなかったんですよ、自分のが。で、もう諦めきってたんだけど、またなんか、先月の後半かな？ 25% オフセールが始まってて、なんかそこで在庫が復活してて、まあ、買いました。定価がもう1キュッパとかで、なんか最近もう靴自体が高いじゃないですか、もうエアジョーダンになるともう2万2000円とか2万5000円とかになっちゃうから、まあ、その靴一足自体が高いから、まあ、なんか、安易に買えないなぁ、風味なんじゃないかなぁ、感。味なんじゃないかなぁ、感。味なんじゃないかなぁ、感。当時って多分エアマックスは、確かだけど1万6000円ぐらいだったと思うんですよ、定価って。95年とか。おそらくね。1万6000円とかだったと思うんだよな。昔ね、地元のね、東のジャスコがあったんですけど、その東のジャスコに、エアマックス95のイエローグラで売ってて、そこで確か1万6000円とかで売ってて、なんかね、靴のね、なんだっけな、あれ。靴の3話とかだっけな、そんなような靴屋があってね、まあその当時って結構その一般的な靴屋でもエアマックス95とか、あとエアレイド、わかるかな、ジョーダン8みたいなやつが、ピンクグラデってちょっと可愛くないですか。あとね、ピンクの主張がこれなんだろうな、もうちょっとこう蛍光っぽいパキッとしたピンクだったらいいんだけど、それはそれでね、本当はそっちのかっこいいかなーかもあるけど、でもまあこのなんか落ち着いた感じのピンクもこれをこれでいいんじゃないかなーかもということでね、セールで最近買って、まあライブでもね一回紹介したんだけど、まあちょっと動画の方を簡単に見やすく作ろうかなーかんで作ってみました。ということで今回はエアマックス95のピンクグラで、まあピンクガンスモークとかですね、紹介いたしました。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、この動画がマジ鬼道具だったんじゃないかなあかんじゃないかなあかんじゃないかなあかんだったら、ぜひ、グッドボタンお願いします。どう